tremble before my power! I'll show you the horrors of hell. Now perish along with this planet!皆さんこんにちは。ドラゴンボールスパーキングゼロのメインプロデューサーの古谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。先ほど皆様に見ていただいたのは昨年12月のゲームアワードで正式発表されたドラゴンボールスパーキングゼロの初出トレーラーでした。今年の1月ドラゴンボールゲームズバトルアワー2024では宿命のライバルである悟空とベジータにフォーカスしたトレーラーを公開しましたので、もし見逃された方がいましたらぜひともご確認いただけると幸いです。たくさんのファンの皆様からの温かい声を聞いておりましたので、改めてこの場をお借りして感謝申し上げます。ドラゴンボールスパーキングゼロは単なる新作のゲームではなく、欧米では武道会展開地として、日本およびアジア地域ではスパーキングでおなじみのシリーズ最新作となっております。そして本日はバトルシステムに関して初公開となるゲームプレイ映像とともに、そのユニークなメカニズムを明らかにしていきたいと思います。それではまず悟空とベジータによる激しいバトル映像を見ていただければと思います。どうぞ。カカロット、 I will defeat you this day。Oh, I won't be losing this one, Vegeta.
Vegeta. Let's go again. Is that okay with you? いかがだったでしょうか。まず本作はやはりシリーズの正当進化作品ですので、過去シリーズのいい点はそのままに残しており、引き続きドラゴンボールらしい縦横無尽でダイナミックな 3D アクションバトルをお楽しみいただけることを念頭に開発を進めております。ラッシュ攻撃や派生コンボによる近接格闘だけでなく、ドラゴンダッシュを使った高速移動や、ファンの皆様なら思わず懐かしんでいただけるような伝統のカウンターシステム、そしてさらには激しい肉弾戦や飛行波の打ち合いを楽しめるインパクトアクションなど、派手なバトルシステムはそのままに、バトルのやり込み要素だけではなく、見ているだけでも楽しめるよう演出面にも気を配っています。アルティメットブラストはまさにそのうちの一つで、最新のプラットフォームだからこそ実現できるド派手演出となっています。このゲームで実現させたドラゴンボールらしいダイナミックかつ激しいバトルを存分にお楽しみいただけると嬉しいです。そしてシリーズとして大事にしている要素だけでなく、せっかくのゲームプレイ説明の機会なので、今作ならではの新要素もお伝えできればと思います。まず先ほど基本的なメカニクスはシリーズからその DNA を受け継いでいる旨をお伝えしましたが、ドラゴンボールアクションの爽快感やダイナミックなバトルを表現可能にするためにはどうしたらよいか議論を重ね、いくつかの変更や新要素を加えました。今回はその中から4つほど、先ほどお見せしたバトルの映像を使用しながらお伝えできればと思います。大きな変更点としては、通常移動を高速化して前作のダッシュ相当のスピードにしつつ、これまでダッシュとして使われていたボタンで瞬間的に高速で動くことができるショートダッシュを行えるようにしました。これによってより柔軟な移動や動きながらの攻撃など複雑なアクションが実現できるようになりました。ショートダッシュで相手の攻撃をかわしたり、動きつつため攻撃や気弾攻撃につなげたり、ドラゴンダッシュにつなげて一気に大きく移動したりなど、プレイヤーのスタイルに合わせて様々なアクションができます。また基本アクションだけでなく、戦闘中に時間でたまるスキルストックを使ったアクションを追加しています。相手の攻撃を食らいながらも反撃するリベンジカウンターは、原作でもよく描かれているやられながらも攻撃を繰り出すような、よりドラゴンボールらしい高速な攻防が可能になるアクションです。様々な攻撃に備えて反撃ができる当て身技の超見極めでは、一部の気候波系のスキルをも弾き飛ばすことまでできるようになっています。いずれもスキルストックが必要量ないと発動できないもので、ドラゴンボールらしいアクションを楽しみながらも戦いの選択肢を広げて駆け引きの面白さを深める新要素となっております。さらに瞬時に接近して吸収できるバニシングアサルトというものを追加しています。発動には一定量の気が必要になりますが、これは遠距離攻撃をするか接近戦に持ち込むか悩ましい中距離における新たな選択肢としてきっとお楽しみいただけると思います。これらの新規要素により、バトルをよりドラゴンボールらしく、より戦略的にお楽しみいただけると思っています。今回のデモンストレーションでスパーキングシリーズファンの皆さんが疑問に思っていたことに対してはしっかりお答えできたのではと思っております。またドラゴンボールらしいド派手な 3D バトルゲームを求めていたシリーズ未経験者の方々にとっても興味を持っていただくことができたのであれば幸いです。バトルシステムに加えてもう一つ強調したいポイントを挙げさせていただくと、やはりキャラクターは見逃せないかと思います。これまでの映像では新キャラクターや再登場キャラクターを多数紹介してきましたが、アニメドラゴンボールスーパーからもキャラクターが登場します。またこの後すぐに最新のキャラクター PV を初お披露目させていただきます。ドラゴンボールらしいダイナミックで迫力満点なバトルを皆様にお届けできるよう開発に取り組んでおりますので、今後ともぜひドラゴンボールスパーキングゼロにご期待ください。それではどうぞ。My speed is unmatched, even among the prime team. Can you keep up with me, kid? This is the true might of a Super Saiyan strength! A mindless beast like you is nothing but prey to a warrior of love! Now, you're my prey! How many ladies are all around me?
I'm old, yes, but experienced. Founder of the Turtle School, creator of the sacred technique, the Kamehameha! Well then, let playtime begin. Ha! Whether it's this universe or another, I'm always the fastest! Don't think I'm gonna follow your orders for the rest of my life! Size means nothing when you're as quick as me! Justice prevails! Evil erased! This rampaging monster must be taught a lesson! Come on, my ear again, you! Get your act together! I am not going to be left in the dust! Let's do it up! Come in! My enemies die! Better wrap this up quickly. Don't think you can enter my crosshairs and just walk away. You cannot win. Good grief. Looks like we've awakened a real bona fide monster.